アロハ、皆さん、こんばんは。今日ね、畑仕事をしている時に YouTube でね、朗読をね、聞きながら作業してまして、何を聞いていたかというと、アミ、小さな宇宙人というね、子供向けのねお話を朗読してくださっている配信者さんがいまして、それをね聞いてね作業してました。もうね、それがねもうすごく面白くて、もうね楽しくて楽しくて、それを聞くのがね、もうあんまりねネタバレしないように、その感動をね皆さんにねシェアしたいなと思って、今夜はねその話をしたいと思います。アミ、小さな宇宙人っていうね本はチリのね作家で、エンリケ・バリオスというね方が書いたお話なんですけれども、世界ね11カ国語に翻訳されていて、日本でもねさくらももこさんがねイラストを描いてらっしゃる子供向けの本なんですけれども、これがね不思議なことに、ね、世界共通語である英語版がねないんですね。おかしな話ですよね。で、日本版はね絶版になってしまいました。これもね不思議なねお話なんですよね。ということでね、中古のね中古本を買うとか図書館で借りるかしかね読むことができないんですね。だから私は今日YouTube のね読み語りを聞いてたんですけども、そういうねなんとも不思議な現象が起きているという本なんですけれども、86年にね出版されたんですね。でね、ストーリーはね大雑把に言うと、ペドロ君というねペドロで愛称で、ペドロ君っていうかペドロちゃんっていうの愛称でペドリッドというね主人公が、宇宙人のね子供みたいな宇宙人にね会うんですね。で、名前を聞いたらね地球語には表現できないという名前らしくて、友達、スペイン語で友達という意味で、アミーゴからアミ、AMI、アミというね名前をつけて、アミというね宇宙人として物語に登場するんですけども、このペドリート君がねアミからいろんなねことをね教えてもらうというね大まかなストーリーなんですけども、その宇宙人のねアミがね言ってることがね、もうなんて言ったらいいんだろう、そうだよねそうだよねと思うことばっかりで、ではい、もう本当によくうまく言葉にしてくれたなっていうようなね表現というかことばっかりでね、もうそれを聞くのがもう私は楽しくてしょうがなくて、もうねうなずいてたんですけれども、なんかねその宇宙人アミさんの、アミちゃんのね口から出てくる言葉がねもう本当にシンプル簡潔で、もう本当ズバリその通りだなっていう言葉ばっかりでね、教えっていうのかな、レッスンっていうのかな、それをねもう本当聞いてるだけでね本当楽しかったですね。で、その宇宙人がそのペドリート君にいろんなことをね教える代わりに、本をね子供向けにね本を書いてくれっていうのがね交換条件だったんですね。で、この本はフィクションなんですけども、もうバレバレですよね。もうだからそのエンリケ君が、リトルエンリケ君がきっとそのアミに遭遇して、
その約束通りにね、この本を書いたんだと思うんですけれども、なんていうのかな、皆さんもね、ぜひね、読んでほしいなと思いましたね。私もお話をね、何章までだろう、7章ぐらいまでしか今日は聞いてないんですけども、もうこの先がね、楽しみでしょうがないんですね。で先ほどね、調べたらね、PDF みたいなバージョンもね、ネットにね、ありましたね。文字起こしをしてくれてる人もね、いますし、ね、皆さんももし興味があれば、ぜひぜひ読んでみてください。もうとってもね、楽しい本です。で、今日一番気に入ったのはね、ペドリートくんがね、宇宙船に乗ってね、いろんなね、月とかね、星をね、旅するんですよね。その時に、音楽をね、流したんですよね、アミがね。で最初になんか宇宙人用のなんか変な音楽を聴かされて、もうこれは聴きたくないっていうことでね、リクエストしたら、なんかバッハとかね、ビートルズのジョン・レノンのね、曲を流してくれたりして、踊ろうって言うんですよ。今をね、楽しもうって。恥ずかしがってないでね、こう自分を解放して、楽しもうってね、踊り出すんですね。その宇宙人とペドリートくんが二人で。で、それを聞いていた時にね、ああ、いいなと思って、私もね、踊るのがね、大好きなんですね、ダンスするのがね。もうだから、そうやってもう、なんていうのかな、心からこう喜んで、もうエンリケくんじゃないわ、ペドリートくんも、楽しかった、本当に楽しかったって言ってたんですけども、いいなと思って、そこのね場面が今日とっても気に入りましたね。やっぱりなんていうのかな、人生楽しまなきゃ損じゃないんですけれども、楽しもうって思いましたね。私の場合はダンスをするのが好きなんでね、もう踊っちゃえと思いましたね。踊って楽しもうよって思いますね。皆さんもどうでしょうか。いろいろ悲しいこととかね、もう本当不公平だなと思ってね、もう本当に悔しくてね、嫌になることもあるんですけれども、悲観にくれててもしょうがないし、ひねくれててもしょうがないし、それだったらね、踊っちゃった方がいいのかなっていうふうにね、思いますね。ということで、今日はね、小さな宇宙人アミちゃんのお話をしました。皆さんもね、ぜひ手に入ったらね、読んでみてください。それではね、今夜も私のお話にお付き合いくださいましてありがとうございました。また明日会いましょう。マハロー。